さんって呼ぶか。まあそう言えなくもないが。ああ、誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もし縁人のマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知っているんだろう。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。ってそこはいいか。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう、彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか、そして本当にアビスを倒せるのか。もしものことがあれば、ナタだけではない、テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか、それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って、たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかしその方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の女皇の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの件は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。ち、誰か来る。何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。シトラリン、いつの間に来てたんだよ。